先週に引き続き安倍総理が日本国民に初心を訴えかけます。今週の話題はデフレ経済を克服せよ、マーケットつまり市場の暴走を許すなということです。ありがとう。いやいいんですけどね、実はデフレというのは価格が継続的持続的に低下していく状態を指すんですね。経済にとって恐るべきことなんです、ね、僕が社長だとして企業のね、人を雇って原材料を購入して資金を借りて物が生産される、売られる頃に3ヶ月半年経った時には予想した価格よりかさらに下がってるとね、いうことをまた感じ取るとね、損するだけだから、じゃあ逆に言えば人を今雇いたくない、原材料も買いたくない、本当には縮小経済に入っていくっていう、これがね平然ともう何年もね、難しいことだけども解決すればね、本当に我々のね胃袋に差し支える話だっていうことすら今の民主党政権はボワーンと見過ごしてるんですね。一発演説してください。はい、まず今やらなきゃならないのは増税じゃなくてですね、うん、まずはデフレを止めなければ、うん、緩やかなインフレ状態にしないとダメだという、これはもう日銀の総裁の白川さんも、うん、私が参議院の質問した時言ってるんですよ。価格の安定というのは物価が下がるデフレじゃなくて緩やかなインフレ状態ですと。だから今それじゃないんですから、まずそう戻してですね、経済がきちんとした形になって初めて増税の話はできるんですが、いくら言っても彼らはですね、いや税金ないもんだから増税しなくちゃならないと。彼ら大体政権取る時はですよ、財源はいくらでもあると言っていたのが、政権取ったら今度はですね、ないのが分かったと、自民党さんも与党の時は税金を上げなきゃならないと言ってたんだから一緒にやらなきゃいけないでしょうと、何を言ってるんだですよね。この番組は高純のエバーライフの提供でお送りします。自民党さんも与党の時は税金を上げなきゃならないと言ってたんだから一緒にやらなきゃいけないでしょうと、何を言ってるんだですよね。だからもうまさに彼らデタラメを言ってるしやってるんですが、ここをですねちゃんと止めなきゃいけないんだけれども、自民党の中でも一部ね、いやこの頃正しいことを民主党も言い出してきたから足引っ張っちゃいけないとかね、まあ世論的にもそういうことを言う解説をする人いるんですけれども、彼らはもともと初めから間違ったことをデタラメを分かってか分からずか知らないけども言っていてですね、でそれ自体が問題なんですから、でその後またそれを間違ってたということも反省もなしにですね、今度正しいことをやりますからどうぞやってくださいなんてことは初めから議論としてもすること自体がモラル違反ですよね、これは。そもそもだからそういうことも含めてですね指摘しておかないと問題の本質がずれてきて分からなくなるんですよね。この番組でも何度かいわゆる TPP 議論したんですけど、 TPP っていうのは要するにアメリカと日本を中心にしてアジア諸国、南米も入ってますけどね、自由貿易主義とでも言うべきものを徹底させると。賛否は簡単に僕はここでは述べようと思わない、本当反対なんだけどね、それを言おうとしないけれども、簡単に言えばそういう自由貿易をこれ以上推し進めるとね、要するに安い品物が流入してきて、そのつながりで日本国内のね競争の結果として賃金なども安くなって、国内需要がねさらに冷え込んで、そうすると国内の資本がいわゆる資本逃避といって外国へ出ていく、すでにそれどんどん進んでますけど、これまで以上に加速度的にね国内産業はね空洞化していくと。それに対する反論としてね、輸出税がなくなればねどんどん外国輸出できるじゃないかというけれども、
圧倒的にこのこれ日米関係なもんですからね、アメリカに対している輸出が増えるかといえば、ご存知のようにね、アメリカはいわゆるドル安政策、あるいは輸出拡大政策って形でね、為替政策、金融政策、その他で簡単に自動車税で言えば今 5% の輸出税かかってるけども、それをねドル安が進めばね輸出税を廃止した意味が全くなくなるっていうような戦略的に、貿易戦略としてドル安輸出倍増政策をアメリカに取ってくるときにね、そういう輸出税の廃止は日本のデフレ脱却にほとんど何の寄与もしないだろうと。それどころかもうすでにいわゆる現地生産はね、自動車産業を中心としてどん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 アメリカとアジアにですね広がっているんだと。そして最後にこれはね、単に農業その他の問題だけではなくて、日本の司法とかですね、医療とかね、そういうさまざまなものをアメリカ的なシステムに改変するという平成のいわゆる、ね、平成改革、構造改革が狙っていた日本国家のアメリカナイゼーション、戦後音立てて進んでいたプロセスのいわば最終仕上げがね、この目の前に現れているんだと。国家の自立とか自尊にこだわる者としては大声上げて反対しなくても、もうちょっとしっかりした議論が必要じゃないかと思われる時ですね、安倍さんは自民党の今総裁ではあられないんだけど、それはともかくですね新聞もよく報道してませんけどね、側聞するに自民党すらがねこの問題については非常にその足並みが乱れていると。いずれまた政権に復帰する政党として問題じゃなかろうかと思うんだけど、西部先生がおっしゃったのはそのグローバル経済をね、まずどう考えるかという問題ですね。グローバル経済っていうのはいいようなんだけれども、例えばヨーロッパのギリシャの危機がですね、世界の雇用問題にすらなってくる、この危機が及びますからね、というものなんですが、そこでグローバル経済になったらルールを作らなければいけませんから、それがルールを支配をするかといえば、やっぱりそれは結局、アメリカだったの、ということなんですが、そこでですね、私の基本的な考え方というのはですね、基本的には日本は生産性が高いですから、人口が減少していくという中で、さらに生産性を高めていく上においてもですね、市場を確保する上においても、自由な貿易環境というのは日本にとって、いい自由な貿易環境はもちろん日本にとってプラスなんですが、経済交渉というのはやっぱり個別の話なんですよ。まあそれはそうですね、やっぱり個別でですね、勝ち取ることができるかどうかという勝負ですね。で今ねこれ勝負は非常に厳しい状況になってしまったんですね、そのアメリカとの関係で。普通はね、アメリカといえどもこの TPP ぐらい重要な政策はアジア太平洋の、経済政策の柱みたいなことですから、日本に、こういうのやるから TPP やるから、日本はどう考えてますかと、もう外に出さずにね、いや俺のとこは砂糖困るけど、あんたのとこ米と何困るのみたいな話は、小渡りするんですね。その上でもし首脳会談があったり、あるいは外務大臣クラスの会談があれば、やっぱり外に出さずに本音を話すんだけども、今度は全くそれをやらずにいきなりオバマ大統領が日本にやってきて TPP ドーンと打ち上げたじゃないですか、あれこれ見よがしにやったというのはね、やっぱりあのインド洋から撤退しちゃって、日米中は正三角形だとこ言ってね、で普天間の問題についても合意をひっくり返したと。で、ある程度アメリカは、これ見よがしにドンってやったと思うんですよ。で慌てた菅直人がこうすがったんですよね、すがって TPP やるから、でこれ外交交渉はねすがったら終わりなんです。男女の関係もそうですから、その通りすがったら終わりですから、向こうはどんどん高飛車になってくるわけですよ。だったら TPP 交渉入れてやってもいいけど、関税のね正規撤廃というのはあなた宣言したら入ってこいとね、他の国には言ってないようなことを日本に、まるで裏金に来たペリーみたいなことを言ってる。しかも今の政権は外交で失敗して後ろめたいもんだから、これではですね、私はまともな交渉がね、なかなか、できないし、で彼らは交渉を立ててますから ね、 そうですね。でここで果たして、そのガッツがあるかどうか、でそこでやっぱり大切な、またもっとちょっと戻るんですが、デフレ脱却ですよね、これをもっとこれ集中的にね、プライオリティを一番にしてやるんです、中国に日本は GDP でね抜かれてしまったと、でもなんかしょうがないと、向こうたくさん人口いるし、ね、活力あるからと思うんだけども、しかしですね20年間もし 3% のインフレで 1% 経済成長できたら、 1% ぐらいは実力ありますからね、これ 3% インフレが乗ってればね、今の GDP は980兆円、中国の倍なんですよ。でこれがデフレの恐ろしいということでね、日本人は実力ないと思ってたけど、結構あるにもかかわらず、いわば金融政策においてですね、日本銀行に位置するところがやっぱり大きいと思いますが、
物価の安定だけできたもんですから、こういうことになってしまったと。でここはやっぱりですね、総合的に考えると各国がおっしゃったように自分のね、貨幣を下げる競争してるわけですよね。アメリカはドルすりまくってるし、ウォンだってね、サンマ知ってますよね、ウォン安を維持する、まあ、だからサムスン強いのに、それをやらずにですね、どんどん国を裸にしていっているのっていうのはありますよね。だから驚くほど戦略なしに行こうとしているという恐ろしさがあるのかなと。ぜひね、保守政治家を方々に訴えたいのは、経済思想としてね、ものすごい重要な問題があると思うのは、実は資本主義っていうのはね、あれでしょ、資本ですからね、資本っていうのは長期にわたって蓄積されるものですから、将来未来へ向けてどういう投資を計画するかってことが出てきますでしょ。それで将来のですね、利益、利潤、収益をどう確保するかということは、未来に対する予測がね、どうしても資本主義に必要なんですね。それで発祥って言いますけども、 IT 革命論の犯罪的なところはですね、未来というものを実はコンピューターでね、過去のデータを使えば確率的だけれどもおおよそ正確に予測できるという、僕にはほとんど嘘話を仕立てて例のリーマンショックにつながっていくんですけども、そのことはともかくですね、未来はね、予測しきれないものであって、それゆえ、ね、資本主義経済に、市場経済に様々なですね、危機というものが、予測しえざる困難としての危機が訪れるもので、この時にはね、 IT などでは対応しない、僕はもう面倒だからね、これノーじゃなくて NO なんですけど、ナショナルオーガニゼーション、オーガニズムでもいいんですけどね、国家が歴史をかけて作り出したね、共同体、それに基づく組織体としてのナショナルオーガニゼーションというものが、かろうじてね、資本主義市場経済に訪れる頻繁に訪れる危機に対応できると。こうなりますとね、言葉はしょりますけれども、このオーガニゼーションの問題ですから、これ全体としてまとめるのはあれな、国家というものをどういうふうに作り上げるかということが、実は経済とね、密接に結びついてるんだということが、アメリカ的なエコノミストたちは何一つ分かろうとしない。僕ね、そのことを分かるのはやっぱりね、保守思想を持った政治家なりインテリたちがね、経済といえどもね、歴史に基づく、共同体に基づく、組織体に基づくね、そういう土台枠組みがなければ、市場の安定は期しえず、安定してなければ資本というものは結局のところ証券の賭博に入るしかなくなって、こういうふうに破裂するんだってね。このことをね、もちろんインテリも協力しなきゃいけないんだけれども、巧みにこの経済政策なりね、国策の体系に組み込んでいく、これできるのはね、本当にあれなんですよ、保守思想、保守政党しかないんですね。おそらくね、ヨーロッパなんかは気づき始めてる、中国なんかの場合は気づいてなくても共産党独裁でしょ、その意味での中国風のオーガニゼーションがあるもんだからね、国策としてマーケットをこう、ね、あれこれいじる、動かすってことをやってるんですね。多分ロシアもそうだと思いますけどね、日本だけ誇張して言うとね、丸裸で組織なしに、共同体なしに、国家なしにマーケットに飛び込むのがね、これがね、ベンチャースピリットだなどというたわごと、小さい声で言いますけども、我が信頼するはずの自民党すらが平成期に入って、小さい声で言いますけどね、小泉純一郎さんの責任は断じて小さくはないっていうこと言うと角が立つから、どうぞあなた一言。いや、その通りなんですけどね、結局ね、小泉さん、それから実際やったの竹中さんで、僕はこれはちょっと犯罪的だと思ってます、思ってますが、自民党の責任はもちろんあるんですが、結局自民党というよりもね、あの時の冷戦終わってからの世論ですね、学者はじめね、これがもうそういう方向を作ってたんですよ ね。僕はあの時府会議員でしたから、岡山八目でずっと見てたのは、要は冷戦が終わって、冷戦の足はアメリカだと、それまでは日本はバブルもありましたけれども、経済においては少なくとも世界ナンバーワンだと言ったのが、冷戦終わってバブルが弾けて、もう経済も全部ですね、やっぱりまずかったと、やっぱりアメリカ型にすべきであったと、
でそれは何かといえば市場に任せてですね、できるだけ公の分は政府は小さくなって減税もして、その分は政府の支出を控える代わりに、公共事業も控える代わりに、民間の皆さん方に好きなようにお金を使っていただければ一番効率よく投資できるはずだという思想ですよ、これ。それがもう完全に蔓延してましてね。で実際にそれを、まあ小泉さんの時代にもう議論はもう終わってるんで、やるかやらないかでやったんですよね。でやってどうなったかというと、結局は国内じゃなくて国外だったんですね。海外でどんどん事業展開していくと、彼らは儲かるんですよね。最大利潤どんどん得られると、配当も海外から入ってくると。ところが国内の結局はですね、生産拠点がどんどん空洞化してくるんですよね。で国内の給料が、製造業少なくなってきますから給料減ってくると、給料減ると当然 GDP も減りますから消費も減ってくると、でこういう悪循環がデフレ作ってしまってますんでね、今あの総理がおっしゃったですね、あの本当に日本が健全なインフレ状態だったら、もう20年間で間違いなく所得倍増してるんですよ。でこれからでも遅くない所得倍増計画やればできますしね、税収も、あの倍以上になってますよ。それから今100兆円をはるかに超える税収入ってますからね、今日のこんな問題ないんですけれども、それを方向転換するためにもですね、もう一度あの時の政策がなんで、そういう政策があってなんで間違ったのかということをね、一度自民党の中でこれ整理しとかないと、今度旗振る時にね、なんだとお前たちがあのデフレのもと作ったんじゃないかと言われちゃうんでね、ここの整理をしてください。私はその小泉政権でね、中高になってきたんだけど、まあ、そこただ、まあ、デフレはそれ以前から、ね、まあ、始まっているんですが、小泉政権がやった構造改革にはですね、まあ、これはやっぱり私はあの全部その全部影ではなくてね、功罪があると思うんですが、まあ、いわば公的部門ですね、部門でやらなくてもいいことをたくさんやってたのは、まあ、事実なんですね。まあ、あんま役人が甘くなる先、そしてそこは非常に効率が悪いと、でこれを変えようというね、この意図は良かったんですが、まあ、基本的にね、あの時も私申し上げてたんですが、やっぱり改革というのは必ず暴走すると。そうですね。でしかしある程度暴走して戻らないとですね、程よい改革ってのは難しいということを申し上げてたんだけども、でそこでですね、今竹中さんの、まあ、弁護になるんですが、あの時ただ同時にですね、日本銀行にもしっかりとですね、まあ、ベースマネーを増やして、マネタリーベースを増やしてもらうという努力もしてもらわないと難しいですよと、やっぱ構造改革していく上において公的部門の財政支出をですね減らすんだから、ある程度それをバランス取ってもらいたい。でそれはまあできなかった、まあそれうまくいかないんですよね、日本の場合は。日本銀行とそのハーモナイズできないというところはあったのかなと思いますが、で同時にですね、だからそこで公共事業に考える対する考え方はですね、やはりある程度あの時は積極的な財政をしていた方がですね、一気にアクセルを吹かすことはできたかもしれないと思いますが、ただまあ同時に無駄遣いをやめながら増やすべきところを増やすという、まあ両方ができなかったということはあるんですが、まあ小泉総理はああいう、まあご資格ですからね、スパーンとこう行くというね、いうところだったのかなと思いますが、まあ幸いアメリカがねその後あの好調になったんで、経済がギュッとこう行くことができたんですが、あの時もっとデフレから脱却していたらですね、もっと今財政状況だって良くなっていたかなと思います、ね、おっしゃることは、ね、よくわかる。でも僕はこういうふうに考えたらどうかなって主張して続けてるんですけども、先ほど僕が言ったことが、まあ、正確を言っているとしてね、マーケットといえどもね、やはり歴史的な枠組みなりね、土台なり方向性では初めて安定するんだと。ですから公共事業というものをもうちょっと広く、ね、公共活動を一般として考えれば、マーケットの安定的存続のためにもね、実はさまざまな公共活動が、すなわち医療であろうがですよ、なんていうんでしょうか、社会保障であろうがね、普通の公共事業であろうが、そういうものをね、しっかりと継続的にやり続けることがなければ、実はね、日経新聞なんかが言っている、日経新聞の名前を出したのは朝日とか産経だけ前回出して、日経新聞も相当大罪を犯していると僕思ってます。僕はね、その日経新聞がね、言うような形でのね、マーケットのその市場活力っていうのはね、長期的には活性化しないんだと。そういう意味においてね、これまでの、ね、民主主義者とか左翼政権、左翼主義者っていうのは弱者救済の見地から社会保障、鳩山政権まさにそれやったんですね、格差是正、なんていうか金のない人かわいそうじゃないか、もちろんそれかわいそうだと僕思わないわけじゃないけれども、それ以上に大事なのはね、強者のためにも、あるいは強者と弱者の関係をね、その国家として落ち着かせるためにもね、そういう公共活動、しかも市場のための公共活動ね、それが必要なんだと考えれば、一つだけ言えば、
今ね、例えば円高だって悲鳴上げてるけど、本当は国策の中心にね、うん、この円高を利用して、それでたくさんのね、資源なり資材なり何なりを、人材なりを要するに外国からやっぱ買ってきてね、それを使ってね、市場のための公共的土台枠組みをこの5年10年でね、我らの子孫のために作ってみせるという、そういう構想を自民党がね訴えればね、僕はあっさり安定政権に戻ると思うんですけどね。どうもこう表層の議論ばっかりでね、財政出動の効果はどうかとか、景気対策だけなんですね。世の中全体が、先生おっしゃったように、何でも市場に任せていったらですね、まあ、暴走してしまうと、でさっき、まあ、あの総理もおっしゃいましたけど、改革も暴走しちゃうと大変なんで、もう一度ですね、この少なくとも平成の20年間見るとですね、世界的に市場原理主義になって、日本ではそれに合わせ改革がどんどん進められて、その結果かなりね問題があるんじゃないかと。でそこはもう少し一つ一つですね、見つめ直していくということがやっぱり必要ですよね。だから我々自民党はね、議案したからこそね、これできるんですよね。今あの安倍総理のようなですね、ごめんなさい、年長者なもんで偉そうに言いますけど、穏やかな、ね、人格の方はね、改革を始めようと。で改革っていうのはやればね、暴走しがちなものだと。いちいちそれ警戒してたら改革が一歩も進まないと。それで天下りへと捨てたらはってことを、気持ち分かるけど、僕のようなね、生まれながらのおっちょこちょいの人間はね、ひたすら暴走してきましたでしょそうするとね、深い人生の反省を込めて、人間ね、思いつきのアイディアで暴走しまくっててはね、いけないんだと。女房にも子供にも友達にも迷惑かけるもんだと。そうするとね、我が身の欲望を抑えてでもね、思いついたアイディアなりですよ、プランなりイメージなりはね、やはりね、英語で言うところの、あのグラディアリズム、前進主義ね。本当はね、安倍総理にね、一番合ってるのはね、やっぱ先祖伝来のですよ、極めて着実なねと思うんですけど、ご本人言いたくなかろうから先生どう思うんですか。だから本来安倍総理が、ね、目指しておられたのは、まあ、そういう方向だったと思います、戦後レジムからの脱却含めね、しかし、まあ、引き受けられた状況が、ね、引き受けられた状況が、ああいう状況の中でね、政権引き受けられてやっていかれると、なかなかね、私みたいにこう好き放題言えない、やれないところあるんですけれども、しかし今冒頭にね、安倍総理がおっしゃった今このデフレ脱却がまず大事だと。もしこれやっていたら20年間で所得倍増できるんだと、これはっきりした事実ですから ね、まあ、そうね、でこういうことをもう一度ですよ、我々自民党側からですね、安倍総理の方がはっきりそういうことを国民にね、訴えると、みんなこれね、なんか縮こまって先日本ね、税金上げるしかどうしようもないんだというふうになってるんですよね。そうじゃないんだということはやっぱりね、これは復興のためにね、19兆円も支出するってこともすでに決めてますよね、第1次第2次第3次で。19兆円もせっかく使うんだったらデフレ脱却のために使えばいいんですよね。なのに10兆円ね、まあ、私たちも賛成しましたが、まあ、これスピーディーな執行しなきゃいけないのはしょうがないんですが、復興増税するっていうのはね、間違ってますよ。関東大震災の時もね、後藤新平が一番最初に決めたことは増税しないってことですよ。復興のためのエンジンとなる経済に足かせになることは一切しないってことを決めたんですよね。なんと高橋小手京がね、復興債出して日銀が買い取ると。で今度だってそれやればいいじゃないですか。そうすると、あ、いよいよじゃあインフレ期待がね、出てくる可能性はありますよね。そうすると、まあ、投資も起こって、これデフレっていうのはね、物の値段が下がればいいもんじゃないですか、一瞬ね、消費者は、それ以上に収入が減っちゃうんです、それ以上にね。民主党政権になってから顕著なんだけども、行政改革、まあ、政府批判、役人批判やってね、ところがね、結果をもたらしたも何かって言ったら、役所の、ね、中心にいる今財務省ですか、つまりね、官僚批判の結果ね、僕は財務省は別に僕の敵でも何でもないんだけども、やっぱ財務官僚の支配で、その支配たりや極めて古典的なね、いるを測っていずるを制すと、収入を増やして支出は減らしたいというね、財務いかにも財務的な、本当にせせこましい国家のことを二の次三の次に置いた、そういう、ね、行政改革が結局は経済の成長ということは何も念頭に入れてないんですよ ね、 そうなんですよね。経済は成長によってですね、税収も増えてくるしなるんですよ。ところがそれを無視して、いずれを制してい、いるを図る、それは本当にみんなおかしくなっちゃいますよ。僕、年寄りのは何、栗ごと
自民党の皆さんともしっかりしてくださいよと、うん、だって民主党はもうみんな分かってるんですよ、うん、北海道か沖縄にと僕は結構まだ旅で暗記してますからね、何ですかこの政権はってね、小学校のねなんて学級会でも悪まいしってみんな言ってるんですよ、うん、でもね見たら自民党がねほんの数人を除けばやる気があるんだかないんだか、麻子さん知らないだろうけどそうなの、はい、というね繰り言で第3指名はもうちょっと息健康にやりますんで、この番組は高純のエバーライフの提供でお送りしました。第三指名はね、まさしくこんなこともたらしたのは実は自民党のせいでもね、政治家のせいでもないって言うべきなんです。世論ね、世論がこういわゆるポピュリズム、人気主義ですね、うん、あれを潰せこれを壊せといった種類のものがねもうね20何年間もっと言うと66年間荒れ狂ってるんですよ。ですから小さい頃で岩佐子さん、政治家ってね、今や民主主義の政治家ってのはね本当にね同情すべきであるがゆえに、ね、応援せざるべからずというね、あなた政治家に恐怖感じてると思うけど違うんですよ、応援しないきゃどうにもならんというのが民主主義政治の現状なんです。